ようこそ、もっと知りたい話題へ。ナビゲーターのウニです。死というものは、我々人類をはじめとした生物からは切っても切れない絶対的な終わりと言えます。死を避けることは不可能ですが、せめて身近な人の死を看取ってあげたいというのは抱かずにはいられない感情です。基本的に人の死は予測できるものではありませんが、それでも死の前兆とされる現象や行動はいくつか見られます。死の前兆とされる現象の詳細について知っておけば、それに対する行動や心構えなどもできるかもしれません。というわけで、今回は人が亡くなる直前に起きるとされる現象を紹介していきます。死の前兆とされる現象や行動は、医学的にある程度説明がつくものから、医者にもわからないが起きてしまうものまで様々です。少々寂しさや虚しさも覚える題材ですが、皆さんにもある日突然訪れるかもしれないものであるため、ぜひご覧になっていってください。それでは行きましょう。1. 仲直り現象。怪我や病気、老衰によって床に伏せている人を見舞いに行くことは大切ですが、人が日々弱っている姿を見るのは非常に辛いことでもあります。そんな死が刻一刻と迫っている人が突然嘘のように元気になったら、周りの人たちはきっと喜ぶでしょう。実際に意識が朦朧として食事すらままならない患者が突如として目を覚まし、水や食べ物を要求するという事例がたびたび報告されています。家族は元気になった姿を見て、まだ一緒に暮らせるかもしれないと期待してしまいますが、この深刻な容態の患者が突然元気になるという現象こそが死の前兆の一つであり、仲直り現象と呼ばれています。仲直り現象は、間もなく死を迎える人が最後の力を振り絞るようなものであり、そのあり方から人が消える直前に大きく燃えるろうそくに例えられます。海外でもラストラリーと呼ばれる同様の現象が確認されており、普遍的に見られる死の前兆と言えるでしょう。死を目前とした人の体内では、寿命死を迎える細胞を守るために様々な器官が活発化します。その中で脳は、脳内麻薬とも呼ばれるドーパミンを大量に分泌し、セロトニンやアドレナリンといった神経伝達物質を生産します。これらの物質が一時的な精神の安定や心拍数、血圧の上昇といった現象を引き起こすことで、仲直り現象が起きているのではないかと言われています。 2. お迎え現象。人生の最後が近い人にとって、家族や知人と出会うことは非常に大切なものです。彼らにとって、家族が手を握ってくれた、旧友が会いに来てくれたといった経験は何よりの救いとなるものですが、実際には会いに来ていない人の姿を見るお迎え現象というものも死の前兆として現れることがあります。実際にはまだお見舞いに来ていないのに、家族が来てくれたといった発言を患者が口にするということは、医療現場ではよくあることだそうで、看護師が夢でも見たのかと聞いてみると、そこで手を振ってくれているよと、誰もいない場所を見つめているといったこともあるそうです。お迎え現象を確認した病院は、死が近いと考えて家族への連絡を取ることも多く、そこから本当の再会を行うこともあります。お迎え現象は、脳の機能不全などによる幻覚や幻聴の類であると考えられていますが、詳しいメカニズムについてはよくわかっていません。しかし、偽物とはいえ、会いたい人と出会えた患者は、皆幸せそうな表情を浮かべるとされ、さらにこれをきっかけに、実際の家族に連絡を取るように病院側も動けるなど、死を迎える人にとっては、最後の祝福と考えることもできそうです。 3. 手鏡現象。死の前兆としてよく見られるものとして、手鏡現象というものも知られています。この現象は、
無意識のうちに自分の手をじっと見つめるようになるというものであり、中には自分の手のひらに地層が見えると感じる人もいるそうです。実際にとある心臓病患者がずっと右の手のひらを見つめるようになり、不思議に思った看護師が理由を聞くと、自分の死んだ後の姿が映っているように感じると返し、その一週間後に亡くなってしまったという事例もあります。手鏡現象に遭った人たちは、特別手相に明るいというわけではないですが、実際に手相占いをしている人によると、手のひらに思想が現れることはあることで、年齢などは関係なく、手のひらに X 状の線がいくつも走るようになったりするようです。仮に手のひらを鏡とするならば、ここで現れる思想は、そのひび割れにも見えますが、こちらも科学的な明確な答えが出ているわけではありません。また、手鏡現象の正体は、走馬灯の一種であるとも言われています。走馬灯とは、死に際に、これまで生涯で起きた出来事が、脳裏を次々とよぎっていくという現象であり、こちらは死の前兆というよりも、死を覚悟した寸前に起きる現象として知られています。手鏡現象では、この走馬灯の映像を映すスクリーンとして、自分の手を選んでいるのではないかと言われています。4. 外界への興味の喪失。仏教において、厳しい修行によって俗世からの誘惑を断ち切り、真理に至ることを、悟りを開くと言いますが、死を目前に控えた人も悟りを開いたような状態になることがあるとされます。看護師としての勤務経験もあるという僧侶によると、一部の患者は死の約3ヶ月前から外界への興味を失っていき、極めて内向的な性格になることがあるそうです。こうなると、看護師の呼びかけにも最低限の反応しか示さなくなり、他者との交流にも意義を見出さなくなるため、昼夜関係なく眠ってしまうそうです。この状態が続くと、自らの健康についても無頓着になるため、食事も細くなっていき、死の1ヶ月前になると、血圧や心拍数、体温などが不安定になって、容体が悪化します。しかし、苦痛や恐怖に対して大きな反応を示すこともなく、最後は静かに息を吸って、そのまま呼吸が止まるとのことです。仏教では、生と死は等しく、苦の一種であるとされ、悟りを開くことは、生と死への欲求から解放されることとも説かれます。何気なく生活している我々ではなかなか理解できませんが、間もなく死を迎えるという人の中には、この境地に至る人もいるということなのかもしれません。5. 古い知人に会いたくなる。先ほどとは反対に、俗世への執着が強まっていると捉えられる死の前兆も存在します。家族や親友はもちろんですが、疎遠になっていた地元の旧友と会話したくなったり、しばらく帰っていない故郷への執着心が無性に高まるという現象も死の前兆として見られます。例えば、とある男性は自らの死期が近いと感じたとき、日々お見舞いに来てくれている家族よりも、学生時代の同級生に会いたいと感じたそうです。しかしその相手とは、高校卒業以来数十年間会っていない人物であり、なぜ死の間際になって、その人物のことが頭に思い浮かぶようになったのかは、自分でもわからなかったそうです。また、自分の死が目前に迫っているという自覚がなくても、古い知人に会いたくなるという現象は起きうるものであり、先ほど紹介した走馬灯の一種ではないかとも考えられています。こちらも自分の脳が死を目前にして過去の思い出をフラッシュバックさせ、そこに出てくる人物が無意識のうちに会いたくなる相手になっているのではないかとのことです。6. 性格の変化。死の前兆には性格の変化も存在しているとされ、こちらは特に急死する人に多く見られる現象だとされています。例えば、普段はおとなしく酒やギャンブルといったものに全く興味がなかった人が、
突然ギャンブルにはまるようになって家族が困惑していると、その1ヶ月後に急死してしまったということがあったそうです。それまで全く興味のなかったものや、むしろ嫌っていたものを好むようになったという例はいくつも報告されています。このような性格の激変は、自覚していない死への恐怖が顕在化したものではないかと言われており、死ぬ前に新しい体験をしたいという欲求が無意識のうちに現れたものではないかと考えられています。また、横暴な性格で家族や看護師からも敬遠されていた患者が、死の間際になると途端に穏やかな性格になって感謝の言葉を述べるようになったという事例もあります。いずれにせよ、死という人生の終着点に向かうにつれて、これまでの人生観が大きく変わってしまうことはよくあることのようです。7. 虫の知らせ。中国の道教思想には、人間の体内には3匹の虫が潜んでおり、宿主の日頃の行いを天庭に伝える役割を果たしているという考えがあります。この思想から生まれた言葉が虫の知らせであり、現在では全く予測がつかないはずの現象、特に不幸な出来事を事前に察知する現象を指すことが多いです。当然ながら、虫の知らせに関しては医学的な根拠も何もないですが、それでも単なる偶然では片付けられないようなタイミングで、自らの死を悟ったような行動に出る患者は多くいるとのことです。ある医師は、それまで医学的には全く容態が悪化するような素振りを見せていなかった患者が、ある日突然感謝の意を示し、なぜと思う間もなく、容態が急変してそのまま亡くなってしまったという経験をしたと語ります。また、虫の知らせは自分の死だけではなく、他人の死にも起きる現象であり、とある医師は自宅療養をしていた患者の一人のことが、ふと気になって電話をしたところ、ついさっき息を引き取りましたと返されたこともあったそうです。もちろん彼らが抱いた前兆について科学的根拠などは全くなく、本当になんとなくで感じ取れる死の前兆も確かに存在するようです。さて、いかがだったでしょうか。今回紹介した死の前兆はいずれも科学的に確実視されているようなものではありません。これらを単なる思い込みで片付けてしまっても問題はないのでしょうが、それでも非科学的な前兆に従うことによって、最後の別れを生きた状態で済ますことができたという事例も無視できないほどあります。死の前兆とは、人が死を恐れるあまりに生み出した幻想に過ぎないのか、それとも人の無意識に働きかける超常的な何かが存在するのか、皆さんはどうお考えになりますか？それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。またよろしかったらグッド評価、動画を見て思ったことをコメント欄へお寄せください。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。またね。